秋は晴れると空気が乾燥しているため洗濯物もカラッと乾いてくれますが、曇りや雨の日になると夏に比べて気温が低いため洗濯物が生乾きになってしまいやすいシーズンでもあります。ついてしまった生乾きの匂いは普通洗濯しただけではなかなか取ることができません。ではどんな方法があるのでしょうか。プロによるおすすめの方法を教えてもらいました。生乾き臭を発生させる雑菌は高温に弱いので、洗濯する前に大きめの容器に60度から70度程度の熱いお湯を入れて洗濯物を30分ほどつけ置いて除菌することが有効です。ただし沸騰状態に近い高温の湯だと素材を傷めてしまうので注意してください。薄手のものであれば洗濯物の脱水直後にアイロンをかけて熱を加えるのも雑菌の繁殖を抑えるのに効果的です。洗濯物に水分が残っている状態だと熱が繊維の内部まで伝わりやすく除菌の効果が高まります。コインランドリー乾燥機は洗濯物がすぐに乾かせるほか、生乾き臭の除去にも効果があります。特に家庭用の乾燥機よりファンのサイズが大きくパワーも違うコインランドリーの乾燥機を使用するとより効果が上がります。重曹も生乾き臭を消すのに有効です。水に溶けにくいので先にお湯に溶かしておいてください。重曹の分量は35度から40度程度のお湯10リットルに対して大さじ1杯。洗濯前に洗濯物20分から30分つけ置きしておくとより効果的です。酸素系漂白剤も重曹同様に効果的です。ただし、ウールやシルク素材と金属繊維の衣類には使えません。色落ちの可能性もあるのでタオルなどに漂白剤を含ませて衣類の目立たない部分にこすりつけてみて色が移ったりすすいだ時に色が落ちたりしたら漂白剤を使わないようにしてください。また対策として洗濯槽を清潔に保っておくなど日頃からの備えも大切だそうです。生乾き臭の嫌な匂いを消してお出かけ、秋のお出かけ楽しんでいきましょう。ウェザーニュースのアプリからは最新の気象情報、そしてお洗濯情報など確認することができます。ぜひニュース見てみてください。